横浜一安文読5年うる7月13日は、安土桃山時代の武将、大名。啓発した、天正17年7月以降には、別名の大倉教法院も使用されており、別字の一安もこの頃から使用された。俗名は、両家、正勝とも。室は、東堂高虎の六女。子に、娘、娘のほか、横浜茂勝は、子と言われている。 天文十九年、誕生。父親の名前は、白三郎と伝わり、天正十九年一月九日に喧嘩が原因で死去した。豊臣秀長に仕え、資料には、秀長の山と入国以降に、名が見られるようになる。羽田正知か、小川下野守ると共に秀長の参加郎として、内政を担当し、山と国内で五万国を領した。これは、 当時の秀長の過信中で最も高録であった。天正13年3月21日に加え始めが行われた和歌山城の不信奉行を東道高虎、羽田正地下と共に務めた。春日大社の石垣補修などの不信奉行にも名が見られ、また、秀長と領内の幸福寺の取り次ぎ的な役割を担っていた。天正15年の豊臣氏による九州平定では、 裏方として、在国で留守を預かった。秀長領における内政は一案と、小堀正次の領名を頂点として運営されており、天正19年には、小堀と連名で、宝光寺大仏殿の造営に2500国を出している。秀長の死後は、その養子でわずか13歳の秀康に引き続き、仕えた。文禄の役で、秀でが出陣した際は、留守を預かり、 しばしば慶、慶伏見へ出張しており、文禄2年ルー9月23日には、秀長の兄、豊臣秀吉の茶会に参加した。文禄3年4月、秀康が死去し豊臣大納言家は断絶した。その後に、山和郡山を配慮した、増田長森には使えず、秀吉の直参となった。慶長元年の慶長伏見地震で圧死した。軍山城本丸に属する。 時はグルワは,は一案がここに屋敷を与えられたので、本丸法院グルワと言われていたが、江戸時代に柳沢氏が藩主になった時に解消された。梅林門も一案丸門と称したが、解明された。ありがとうございます。